今日は運営から送られてきた袖の下についてご説明させていただきます。ああ、はいはい。この間のツイッターキャンペーンで当選したロロキブルのスキンね。このマシュマーってアカウントは動画作成頑張ってるから送ればきっとまた動画にしてくれる。そうすると宣伝になり売り上げも倍増でうっし。みたいな。こんなミジンコみたいな再生数のチャンネルでいくら動画上げたところで1円も売り上げ伸びないよ。つまりこれはやらせではなくたまたま当選したってことなんですね。その割にはこの間のスパルタクスレベリングキャンペーンでレベル4書物も当選したんだよな。ということでまずはスキンを装着してないロロの状態で HP が93,191 あります。マシュマーさんは対人において HP 至上主義なのでここでは HP をいかに高めるかしかお話ししないよ。妖精スキンに刻印をすると色々効果がつくのですが主に対人では 10% の効能しかありません。今回ロロには元から持っていたスキンと運営様からいただいたスキンで両方にグレード3の体力刻印をつけました。2つ合わせて通常時では3万ほど上がりますのでリーグ時で3000アップすることになります。これ生命力じゃダメなの？仮に生命力300上げたところで 10% になるから30しか上がりません。そうすると確実に HP は3000も増えないでしょう。検証するまでもなく常識的なことだったのね。ロロの HP は 96,221 になりました。若干3030上がっておりますがおそらくこれは図鑑効果の 1% か何かが影響しているのでしょう。リーグにおいて3000は大きいね。できればグレード5の刻印ダブルでつけたいね。それには刻印石付きのスキンを販売してますのでどうぞ証券とシンクをご購入ください。完全に運営に媚び売り始めたな。これ絶対案件だろ。見ての通りマシュマーさんはスキンに全部体力をつけておりますがなかなか4とか5は出てきません。たくさん刻印石必要だね。リーグに出ない傭兵だけど課金してこようかな。ちなみに他のスキンの効能について知りたい方は直接マシュマーさんまでお問い合わせください。どうせ誰もコメントしねえよ。